フットロープノットの日本バージョンです。こちらがノーマルのフットロープノット。元側がねじれ気味で、末端がシュッとまっすぐ出ています。こちらが裏フットロープノット。元側がキュッと引き締まっている分、末端がねじれ気味です。ではまず、日本版左巻き、ノーマルのフットロープノットの作り方です。日本の末端を、ラウンドクラウンノットの要領でかませます。カッコラウンドクラウンノットの詳しい結び方は概要欄リンク。上の末端は、この区画へ。下の末端は、この区画へ通します。上の末端を、くるっと回して、下の区画の下から突っ込む。この時、上の区画を見失いやすいので、左手親指でキープしておきましょう。下の末端を、上の区画の一番中心側へ、下から突っ込む。両方の末端を揃えて掴んで、引き締める。元側と末端側の色が、にゃんこになるように揃えます。日本版は、滑りの悪いコードだと、結び目がうまく揃いにくいので、気をつけてください。完成ですが。これ、何かの結び目に似てませんか？こんな風に開くように締めてやると。実はアシュリーズベンドなんですね。実用のつなぎで使えばフットロープノット、飾り結びとして使えばアシュリーズベンド、といったところでしょうか。それはともかく。再びフットロープノット状態に戻して。ここから続けて、裏フットロープノットの作り方です。結び目を緩めて、この2箇所のアーチ状部分を反対側へひっくり返します。これで再度締め直していきます。裏フットロープノット、左巻き版、完成です。ではここからは、ノーマルのフットロープノット、右巻き版です。日本の末端を、ラウンドクラウンノットの要領で、右巻きにかませていきます。下のコードを上の区画へ、下から突っ込みます。この時に、下の区画を見失いやすいので、注意。上の末端を、下の区画へ突っ込みます。末端を揃えて、引き締めます。完成。このまま続けて、裏フットロープノットの作り方に移行します。結び目を緩めて、この2箇所のアーチ部分を反対側へめくります。これで再び締め直せば、裏フットロープノット、完成です。